とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントありがとうございます。久しぶりにブラストビルドやってみてほしいということで、ブラストビルドやっていきたいと思います。ブラストだけを2つですね。1つは256の最強のやつを持っております。もう1つは255ですね。で、防具を輝くローブでいきます。やはり、アーティファクトのダメージ、これが上がってないとちょっと火力不足なんだよね。で、できれば、クールダウン多めの方がいいんですけども、251しか持ってないんですよ。多めのやつが251じゃちょっともろすぎるので、263でクールダウン1つついてるこっちでいきます。まあ、全然違うんだよね。こっちだったら、まあ、こんな感じのキノコを投げる感じなんだよね。ちょっと少ないよね。これが、クールダウンが4つとか入ると、もう全然違うのよね。やっぱ火力が全然違う。まあ、ボス戦ではこっちに変えてもいいかもしれないですね。ちょっと雑魚戦では、ちょっと HP に難ありなので、263の防具、こっちの方にしておきます。では、早速行きたいと思いますけども、ボス戦行こうか。黒曜石行きまーす。それでは行きましょう。これ確実に矢は枯渇するんだよな。いや、ちょっと減りすぎ減りすぎ、むちゃくちゃ減るじゃん。いや、263でこんなダメージ受けるんで、これは、251防具では、速攻やられてただろうね。で、ブラストは、下に落ちて爆発するまでっていう、そういう時間差があるやつだから、ちょっと扱いが難しいんだよね。扱い難しいのよ。OK。あ、でも、倒せる。全然余裕で倒していけるじゃん。あとは矢のね、枯渇に注意していければいいかな。いや、残り86。いや、これ絶対あれだな、増殖していったらよくない？いや、全然無理、無理よ、これ。いや、無理無理。まあ、矢がドロップしたら、ちょっと増殖しようかな。59本残り。いや、これ足りないわ。足りない。もうちょっとこうコロコロ矢が出てきてくれないと、とてもじゃないけど足りませんね。え、ここ、もう中間地点来たけど無理じゃない、この数。 OK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 、とりあえず敵が全部できるまで待ちますね。出てないよね、矢が。ないね。まあ、これ、中間地点過ぎたら箱があるので、まあ、そこで取ればいいかな。OK。いや、全然余裕で倒せるよ。火力はすごい。火力すげえ。けども、何かと難ありな方ではありますね。OK。まあ、ここ抜けると、いいね。うわ、いい。すごいね。すごいね。ちょっと待って、防護のこいつ、勝って、やっぱり。で、いや、出た、出た。あ、でも、あっちでも出るんで、大丈夫。OK。もう近接で全然戦えるじゃん。ちょっと、増殖しますね。じゃないとこれ無理だわ。こんだけありゃ十分でしょ。5400本、ちょっとやりすぎた。あ、で、これだったらさ、ちょっと待って、機械仕掛けにしてよくない？持ってきたっけ？あるあるある。で、エンチャントも、いや、エンチャントができてないわ。
ああ、ちょっと待って。こっちは？ああ、こっちはいけるね。機械仕掛けにちょっと変えよう。こんだけ矢があれば、いや、いけると思うぞ。弱体化入れようか。あ、いや、あんま変わらん？いや、変わる変わる変わる。うん。いやいや、矢の消費えぐいけど。矢の消費えぐいけど、あ、うん、全然これ、クールダウン、多めのやつと変わらん。ちょ、待てよ。待てよ。オッケー。え、倒せてんの？全然見えん。見えないんだけど。倒せてんの？ちょっと待って待って待って。なんかすごいぞ。わけがわからん。そう、わけわからんくなってる。オッケーオッケー。よし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 。いや、全然見えない。あー、で、あっち側にいんのね。オッケーオッケー。いや、全然。やっぱり、このビルド、見えないっていうのも弱点だわ。もう、何をしてるのかが全くわからん。え、で、どこにいるの？まだどっかいるね。あ、いた、下にいるな、これ。あ、いたいた。オッケー。いや、でも、まだいる、まだいる。ちょっと、こっち逃げた、逃げた。オッケー。ちょっと訳がわからん。はい、京井さん。あ、で、プレイヤーの HP 減少してるわ。もう一体いたでしょ。オッケー。え、どこ？あ、いた、いた、いた。OK。いや、余裕。めちゃくちゃ余裕で倒せる。んで、モブダメージ 90% 増加。いや、きつくなってきたよ、これ。いや、きつい、きつい。モブの攻撃力が、まあ、2倍近くになって、HP 40% 減っとるからね。いや、これはきつい。いや、いや、いや、ちょっと。で、エンチャンターが結構いるっていう、ここね、戦いに行く。あぶね、ちょっともうポーションバリア耐えていった方がいいわ。よし、もう何をやってるか全然分からんけど。全然分かんないけど、まあまあいけてるっていうことは分かる。よし、なんだ、略奪者に変わる。 OK、 旗、全取りしました。また全部取ると、まあ普通の、デイリークエストよりも難しくなるからね。ああ、オッケー。いや、なかなか厳しいエンチャがついたな。エンチャ、変更点ね。なかなか厳しいよ。あ、段差の上のやつにもこれ当たるっていうの結構これ、使える。うん。いやいやいや、減りすぎやろ。めちゃくちゃ減った。いや、これきつい、これきつい、きつい、きつい。とてもじゃないけど、戦えない。よし、ポーションバリアあるうちに、とにかく進めるだけ進んだがいい。オッケー。ちょ、あそこなんとかならん。あ、若干届いてる。あ、いや、弓が届いてるだけだわ。でもこう弓で弱体化入ってるっていうのも結構ポイントかもしれないね。うん、弓弱体化で結構ダメージを軽減できてるんで、いや、これなかったらこの変更点はちょっと耐えれないわ。 OK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 。 で、矢は減るね。もうすでにスタートから1500本ぐらい減ってる。うわい。よし、行くぞ。ポーションバリア入ってるうちに
ガンガン進め。オッケー、残り2。あ、帯電か。帯電だったね。帯電無理。あ、でももうボス見えてきたよ。オッケーオッケーオッケー。できるだけ敵を引いてきて、ブラストで。あ、うっそ、むちゃくちゃ効いた。何こいつ。いや別に全然普通のエンチャント。待って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 、行かせてくれ。オッケー、行けたでしょ、行けたでしょ。オッケー、いないね。よし、ではよし、ポーションバリアがある程度回復していきたいな。いや無理だもんこれ絶対。一応毒武器持ってるんで、これでまず倒そう。でそれ倒した後になんとかしよう。うん、その後のことはそこで考える。行くぞ、よっしゃ、ナイス。でここでダイナモンむちゃくちゃ貯めて、よっしゃ、あー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 、やめたやめた。はい、ということで戻ってきました。もう最後の最後はダイナモンを毒武器で倒しちゃったんですけども、うん、厳しい厳しいです。耐久面が本当に弱いので、そこをなんとかカバーできる装備を作れれば強いかな。でもね、普通の防具アーティファクトのダメージアップがついてないやつだとちょっと火力不足なので、やっぱり輝くローブは必須かなとなると、ちょっとエンチャントを考える必要がありますよね。タンブルビーを入れずに防護とか、うん、タンブルビー帯電は抜いていいかもしれないですね。はい、まあ、なかなかちょっと、装備の難易度は上がるかと思います。今日はブラストビルドやってみましたということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。